山田玲は日本の漫画家、静岡県出身。大学在学中に漫画の執筆をはじめ、2008年にものづくりで、講段社の第85回アフタヌーン式賞で佳作を受賞し、翌年同じく講段社の別冊少年マガジンに、山田郎の名義で、ラ来ガールズを連載してビュー。その後名義を山田玲に変更し、2013年にコーヒーゼリーが、 もう通意探即日新人賞で優秀賞を受賞。2015年3月より、徳馬書店の月刊、コミックゼノンで、鳴沢くんは美味しい顔に恋してるを2017年8月まで連載した。この際、宝島社のこの漫画がすごい。2016で注目の食漫画特集で取り上げられている。2020年4月からは、 マックガーデンの月刊コミックガーデンにてソフィアの演刊を連載中。ホーライガールズの連載時に連載の途中で自分の描きたいものがわからなくなって漫画から一旦離れる決心をしましたとインタビューで述べるほどに壁にぶつかっていたが過去であった豊田哲也のアンダーカレントに衝撃を受けたことを思い出し、また豊田との手紙のやり取りを経て立ち直った。その縁から トヨがグッドアフタヌーン第50号に掲載した無視しのトリビュート企画では数カット程度だが普段は断っているアシスタントとして参加しているオリジナル作品限定の同年誌即売会コミティアを中心に同人活動も行っておりコミティア104のハガキアンケートではトップ票を獲得している 二次創作の活動は、老名義で作品を発表している。ありがとうございます。